モーリス・ギブは、マンシマ出身のミュージシャン、シンガーソングライターである。二人の兄弟と結成した、ボーカルグループの BGs のメンバーとして知られている。彼らはオーストラリアでデビューし、イングランドに戻って活動。それ以来最も成功した、ポップグループの一つとなった。モーリスは、マンシマで、父ヒュー・ギブと母、バーブラの間に生まれた。 ロビン・ギブトは双子で、ロビンより35分後に生まれた。モーリスはカズメ4男の5人指定の産卵にあたり、姉レズリーアにバリー・ロビン、弟アンディがいる。1950年代に彼は、家族と共にイングランドのマンチェスターに移り住み、1958年にはオーストラリアのブリスベンに移った。モーリスは、 スコットランド人のポップスターであるルルと1969年から1973年まで結婚したが、子供はいなかった。その後再婚し、妻イボンヌとの間には、アダムとサマンサの二人の子供がいる。モーリスはペイントボールというスポーツを愛しており、ロイヤルラットレンジャーズというチームを持っていた。彼はあらゆる機会にこのスポーツを宣伝し、 後にマイアミビーチにペイントボールの専門店を開いた。モーリスは2003年1月12日にマイアミビーチの病院で超閉塞の手術中に亡くなった。弟を失ったバリーとロビンはしばらく BGs としてのグループ活動を行うことを中止した。しかし、時が過ぎ、再び BGs として活動を行うことを決めた。 二人は2009年10月31日放送の BBC のテレビ番組に出演し、2009年11月17日放送の ABC のテレビ番組に出演した。さらに2010年5月26日放送のアメリカンアイドルのファイナルに出演し演奏した。モーリス・ギブはメロディとアレンジを担当していた。彼はハーモニーとバックボーカルを歌い、そして様々な楽器を演奏した。 1965年、1966年に彼はリードギターとして演奏していたが、1966年の早い時期にはスタジオでオルガンを演奏していた。1967年から1972年までの BGs のレコーディングでは、モーリスの演奏するピアノやベースギター、メロトロン、リズムギターが確認できる。ワーズとロンリー・デイズのピアノは、 モーリスの演奏である。ステージでは通常ベースを担当していたが、彼がピアノを演奏するときには別のベース演奏者を追加していた。モーリスは1975年から1979年までの BEGs のディスコサウンドにはあまり影響を与えておらず、その頃はベースを担当していた。彼の生涯の後半の20年間では、主にオルガンを演奏していたが、時折、 リードギターを演奏し、2001年の This is Where I came in では、ジョン・レノンからもらったアコースティックギターを使用している。1987年に b ジ g s が再結成されると、モーリスはレコーディングの技術的な部分をすべて担当し、ミュージシャンやエンジニアと調整するバンドリーダーの役割を果たした。ソングライターとしては、主にメロディを完成させることに貢献していた。 彼の楽曲に対する貢献を確認するのは難しいが、モーリスが兄弟のソロ活動でもその役割を継続していることにより、彼らが彼をいかに信頼していたかを示している。モーリスは1アルバムに大体1曲メインボーカルを務めた。彼はグループの中では比較的影に隠れた存在だったが、よくファンと話して彼らを楽しませていた。 モーリスが野心的な二人の兄弟をおとなしく安定させているという評判は彼の生涯を通して続いた。BEGs から離れた1970年、モーリスはソロアルバムを録音したがリリースされなかった。彼は同じ年、ウエストエンドミュージカル、シング、エールードソングのショートライブに出演した。1972年、モーリスはジミー・スティーブンスのアルバム、 Don't Freak Me Out のプロデュースを行った。1980年代中頃の BEGs 活動休止時、モーリスはバリーとロビンと共に映画エブリードアパートのサウンドトラックを録音し、1986年にはスウェーデン人の歌手キャローラのアルバムをプロデュースした。これ以外に彼の名前でリリースされた作品は2枚のシングルのみだった。 モーリスの最後の大きな仕事は、彼の娘サマンサが歌うアルバムのプロデュースだったが、2005年に、ようやく、メグという名前で発表された。1994年にモーリスギブは、ソングライターの殿堂入りした。2002年に彼は、兄弟と共に、大英帝国勲章を授けられたが、受賞式は、モーリスの死後である2004年だった。彼の息子アダムは、の代理として、 バッキンガム宮殿で開催された式典にバリーとロビンと共に出席した。死後の2009年10月、モーリスはダグラスでフリーマン・オブ・ザ・ボローの称号を得た。称号はロビンとバリーにも授けられたため、彼ら3兄弟は揃って出生の町で栄誉を認められることとなった。 アルバムシングル映画音楽ミュージカルプロデュース http コロンスラッシュスラッシュ w w w r i c k r e s o u r c e c o m スラッシュ rrp スラッシュ mgib.htmlhattdianchelojo b bg's name to be retired ロビンギブセイズパブリッシャーイコール mtv http://www.mtv.com コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュアーティクルズスラッシュ1459623スラッシュ20030122スラッシュ BG's JHTML 2009年12月10日閲覧。マイケルズシーン BG's ツーリーホームフォーライブカムバック theguardian,http コロンスラ<タ>ッシュスラッシュ www.guardian.co.uk スラッシュミュージックスラッシュ2009スラッシュセプテンバースラッシュ08スラッシュ b e e g e s r e f o r m 2 0 1 0年5月12日閲覧アラダイアス、エレーヌ、チューズデー、エスダンシング、ホワットユーディドン、ティシー people,http,to bewatch,people.com, 2009,11,18,Tuesday's Dancing for What You Didn't See-30,2009 年12月10日閲覧。デビットリーフ ,Bee Gees, The Authorized Biography,1979,AB アルバムクレジッツ ,AB メリンダ・ベイロ、Hector Cook, Andrew Moon, Hughes, The Bee Gees, Tales of the Brothers Eve ロンドンオムニバス2001 MEG ソングライターズホールオブフェームウェブサイト2010年6月26日閲覧バリーロビムモーリスエッサン・アダン・ギシベド・ザ・ CBE アワード2010年7月17日閲覧その地の名誉を高めるような働きをした者に贈られる称号ありがとうございます